ヤマセミは、仏方総目カワセミ科に分類される鳥類の一種で、ある。産地の渓流に生息するカワセミの仲間である。アフガニスタン北東部からヒマラヤ、インドシナ半島北部、中国中部以南、日本まで分布する。生息地では、基本的に流鳥である。日本では流鳥として、九州以北に分布、繁殖しているが、個体数は多くない。体長は、 約38センチメートル。翼海長は約67センチメートル。カワセミの場合、鳩ほどの大きさで、日本で見られるカワセミ科の鳥では最大の種類である。頭には大きなカ羽があり、体の背中側が白黒の細かいまだら模様になっているのが特徴。腹側は白いが、顎と胸にもまだら模様が帯のように走っている。オスと、メスはよく似るが、 オスは、顎と胸の帯に薄い褐色が混じる。名の通り山地の渓流や池の周囲に生息するが、冬は、平地の河川や海岸にもやってくる。単独、または、つがいで生活する。植生は、動物食。採事するときは、水辺の石や枝の上から水中に飛び込んで、魚類や甲殻類、水生昆虫などを捕食する。時には、 空中でホバリングしながら飛び込むこともある。カワセミと同じように捕獲後は再び石や枝に戻ってものを加え直し、頭から飲み込む。大きな魚を捕らえた時は足場に数回叩きつけ、殺してから飲み込む。繁殖形態は乱生。川や湖の岸辺の垂直など手にくちばしを使って巣穴を掘り、巣穴の中に4から7卵を産む。 仏法総目公明フォームズ以下の自治体の指定の鳥である。ありがとうございます。